抜け出せるかどうかが心配でもあります。ご覧の通りのコンディション。清水の方もこれリタイアでしょうか。そうですね。ヒットじゃないんですが、高鮮度の方によりました。森本はやっぱり抜けられませんよ。ちょっと、ね、スリップして脱出できないですね。これはかわいそうだ。後藤さん、ピットです。はい、お願いします。各社一斉にスタート切りましたが、5番の長谷選手と7番のリース選手、そして26番の和田選手がスリックタイヤ、つまり雨用でないタイヤを使いました。今宮さん、これはどういうことなんでしょう。リース選手は前半もちろん濡れてるから厳しいんだけれども、後半にまあ結局このままレースが進めば路面が乾いてくるだろうということでスリックでスタートしたんですけれども、今のところは7位ですよね。ですから予選からだいぶ順位を落としてますよね。それから長谷選手も和田選手もやはりちょっと順位を落としてますよね。ですからこれからどうなるかっていうところですね。以上、ピットからお伝えしました。はい、どうも。今もお伝えしました通り、スリックタイヤを使った車が3台あります。路面の方はびっしょりと濡れております。非常に強い雨が降りしきっておりました。やはり森本はとうとうスタック、脱出できずにマシンを降りてリタイアになっております。レースの方は先頭争い、星野、中島、この両者の一騎打ちが続いておりますが、やはり中島と星野ということになっちゃいましたね。まあこれで面白くなってきましたね。まあとにかくこの両雄ですからね、まあ本当にお互いに相手にとって不足はないわけですけど、マシンエンジンとも全く同じレベルですからね。さあ、まあこれからこのとのネットでの戦いというのはですね、やっぱドライバーテクニックともう全く如実にこの現れてくるわけですから、ここでじっくり見てほしいと思いますね。特にタイヤがですね、まあウェットですから、だんだんと走り込んでいきますと、今度は乾いてくるとウェットが無理になる。そして今度は、ウェットになってくると、まあ、ウェットはいいんですけどね、今度ドライがフリーになるというわけなんですが、まあ、この両者ともウェットを今入っています。さあ、フロントタイヤの動きをよく見てもらいたいんですね。コーナーでですね、なるべくフロントタイヤ余計に動かない方がいいわけです。はい、はい、はい、こんなに動くと反対の向きにですね、あまりしない方がいいので、まあ、この今のこの松本選手たちも綺麗に走ってますね。さあ、アチソンも今ちょっとアウトに来そうでしたけど、ちょっと今カウンター切ってますね。まあ、この辺りの妙に、ぜひ見てやってください。各ドライバーともタイヤの選択、あるいはセッティング、相当悩まれました。このコンディションとの変化、それとの戦いがこの長丁場のレースにどう影響してくるか、面白いところかもしれません。さて、星野選手なんですが、このレースの直前になります、富士でグループ C カーをテスト中にエンジントラブルがありましてクラッシュしました。本人自身もゾーッとしたというふうに語っていたんですが、そのせいでしょうか、木曜日金曜日のテストラン、あるいは土曜日の1回目の公式予選、ちょっと精彩がありませんでしたが、しかし2回目で見事2位に入るラップを叩き出しております。レース前のインタビューです。7名前に目障りな人がいるっていうのはどうですか。まあ、できればスタートから出たいんだけど、もうスタートから出ても中島君も最近最後の最後までもうしつこいからね。だからチェッカーを受けるまでその予測はちょっとつかないよね。こんなもんでいいだろうっていう線はまずないね。うん、さっき何かすごくいいもの見せていただいたんですけど、皆さんにも公表してください。お守りですか。これは可愛い娘からもらったお守りなんですけどね。お父さんのお守りなんですね。いや、これさえあればね、怪我はしないと。だから娘のためにも頑張ります。なかなか泣かせる星野選手であります。レースの方はこれが4周目を終わりました。まもなく5周目にフォローするところ、依然として星野がトップに立っております。中島がその後なんですが、ちょっと差がつきましたね。堤さん、そうですね、ちょっとついたようですけどね、ちょっと避けてますね。中島選手、まあ、スリップを外して、まあ、見やすい位置、それからチャンスがあればもう第一コーナー入ろうということなんだろうと思うんですけどね。まだまだ3位争いの方がちょっと離されまして、モレノと松本が3位争いをしているわけでありますが、その後方にホンダのアチソンがつけております。さらにベーンベーゼのトップということになりますが、6位3番の舘吉弘健闘をしております。その後ろ黄色っぽいマシンから、このカラーリングは7番のリースであります。このリースはスリックタイヤをつけております。そしてその後ろが16番の萩原ということになります。これは9位グループですね。5番が長谷美、6番エルグ、22番鈴木アグリと、こういったところの争いになっております。鈴木アグリが健闘しております。ベテラン長谷美も
やはり大健闘ですが、もう少しコンディションが良くなりませんかね、彼の場合は、ね、そうですね、まあ、とにかく長谷選手の場合はスリックですからね、まあ、このスリックでウェット、まだあの各コーナーの出口あたり、それから川が流れてるところがありますからね、このあたりあのスロットル踏めませんからね、もう本当にそーっと行くしかないわけです。まあ、アグリ選手、これもね、F3 ではよく乗ってますが、まあ、本当に今日は F2 よく乗り込んでると思いますね。まあ、もう少しですね、あの慣れてくるとスピードの限界、まあ、F2 の限界を知ってくると、もっと思いっきり攻めると思うんですけどね、まあ、あのこれからどんどん乗り切って、苦しいドライバーですね。前回の組では3位を走っていたんですが、星野が絡んでリタイアに追い込まれたモレノ、今日は松本を相手にしてのバトルであります。この2人、特徴はどうですか。松本選手ですね、この人も、ね、コンディションがいいとズバッと一発いく選手ですね。そしてモレノ選手、まあ、この人もやはりしぶとい、そういう走りですね。前として先頭をキープしているのが星野、続いてその後ろ中島なんですが、こうして走っておりますうちにだんだんと路面が乾いていくはずなんですが、しかしまだまだコース上あちらこちら水たまりがあります。それともどうでしょう、多少は乾いてきてるんでしょうか。乾いてきてますね、ぐんぐんといい方向に来てます。まあ、そしてこういう風に車が走りますんでね、あの水がだんだん拡散されて、まあ、ドライ状態に近くなってきてますね。ですからドライにとって今のところ有利な方向に行きそうですが、しかしまだ油断できないんですね。あのコーナーの立ち上げで踏みますと、まだあのウェットタイヤ履いてる車もまだちょっとケツをガラッとさせてるところがありますんでね、まあ、スロットルワークが大事ですね。はい、それと、カットのついているところは水がこう滲み出してきたので、どうしても一瞬アクセルを緩めたくなるような、そんな感じもあるんでしょうね。そうです。ハセミが順位を下げまして、エルが前で通りますが、まあ、やはりドライタイヤのハセミにしてみるとちょっとこの水しぶきの中は辛かったのかもしれません。試験に差し掛かっております9位争いのグループ、前に出ましたのがこのエルグであります。ちょっと差をつけられました、ハセミ、そして鈴木です。さらに12番手になりますが、高橋邦光がついてまいりました。13位以下がこれは大混戦で、もテールトゥーノーズ密集状態でスピン、中スピンしました。あ、スピンがありましたね、はい、これは 松田もおかしかったですね、フラッシュしましたね、はい、松田もちょっと何かあったようであります。とにかく密集状態で試験へ突っ込んできた各社であります。混戦が続いています。最終コーナーからストレートへかかるところ、黄色いマシンがふらついてますね。これは中本ですね。どうした、ちょっと異常ですね。どうしたんでしょう、どうしやすいんでしょうか。何かトラブルがあったのかもしれないんですが、ちょっと各ドライバーともコンディションその他でかなり悩まされております。松田はひどいですね、右のリアタイヤサスペンション完全に折れてますね。さっきのやっぱ試験ですね、何かあったんですね、はい、ちょっと確認はできなかったんですが、どうやら、アクシデントがあったように松田はピットインであります。依然としてぴったりと星野をマークしている中島、この 1,2 位の争いが続いております。とにかく波乱含み、序盤戦を終わろうとしております。さあ、これから先何が起こりますか。していないのはオイルだけだった。アポロウルベスト出光から、生きんがための戦いに人それぞれに化粧して薄化粧、何してもいいで優しくして、スポーツは始まっている。コーナーの E が、340E が新登場。ブリッジストーン、生きんがための戦いに人それぞれに化粧して薄化粧、何してもいいで優しくして。後藤さん、ピットです。先ほどから、残念ながら何台かの車がリタイアしているわけですが、その模様をお伝えします。まずいきなり清水選手が最終コーナーでスピンしまして、まあ、何度かピットの方まで排除されましたけれども、じゃ
やはり誰かと接触したようなんですよね。松田選手が右のリアサスペンションを折ってしまいまして、それで車がなんていうんですか、こう、ギクシャクしながらピットに入ってきましたけれども、でもちろんリタイアです。でタチ選手はノーズを、まあ、潰してますから、あれもちょっとカウルだけ交換するってわけいかなくて、ノーズとカウルのステイごともう壊れてますから、ですからやっぱりあれもリタイアっていうことになりました。皆さんなんか大変残念そうな表情でした。以上ピットからお伝えしました。